皆さんこんにちは、ビレジェンドスミラです。ビレジェンド上野です。上野さん、はい、年末年始はトレーニングとかってされてました、はい、唐突に、いや、はい、久々なんで聞きたいなと思って、まあ、2019年が2020年に、はい、まあ、入りまして、これを撮ってるのは1月中の話なんですけど、はい、まあ、実際どうだったかっていうところ、はい、まあ、お互いのその状況なんですけど、はい、私は、うん、あの実家が北海道でして、はい、北海道に帰ってまして、はい、で北海道 その最寄りのジムが、はい、お正月期間も営業、まあ、あのしてくださってたジムだったので、はい、あのまあ、大晦日の日も、正月元日の日も、それ以降の日もあのジムに行ってました。あ、行ってたんですか。はい、ジム行ってました。さすがっすね、うん、その辺ジムに行くのがもう好きな、あ、そうなので、はい、まあ、そこでこうあえてその休みを取って休息っていう考えは正直あんまりなかったですね。なるほど。そうやさんはどうですか。そう、僕はもうね、まるまる1週間ぐらい、普段じゃ考えられないんですけど、年末年始ずっと休んじゃったんですよ。うん、これってどうなんですか、それは背景としては。いや、もうあの普通に、うん、まあ、行こうかなっていう気持ちはあったんですけど、うん、単純に気が乗らなかったんですよ。あ、なんか年末年始だから思い切ってもう1週間ぐらい休んじゃおうと思って選択をしたんですけど、ちょっと聞きたいところで言うと、1週間空いたわけじゃないですか、うん、休息日明けのトレーニングってどうだったんですか。いや、僕はすごくあの、なんですかね、疲労感が抜けてて、すごくフレッシュな状態でトレーニングできたかなっていうのが正直な感想ですね。筋肉痛終わったらエグかったでしょ。あ、終わってからそうですね。そう、久々に筋肉痛きたなっていうのを思いました。あーね、はい、それはありますよね、はい、そう、まあこんなことを言いながらも、実は私、はい、先日、はい、あの膝を怪我しまして、はい、あの今3日間トレーニング休んでてですね、はいはいはい、あの今日からまたちょっとずつ膝が動くようになったので、今日からまたジムに行って、でまあ膝の関与が少ない腕のトレーニングくらいからちょこちょこやり出そうかなと思ってるんですけど、やっぱりそういうそのまあ休息日を長めに取った後にするトレーニングで、そこで得られる筋肉痛のそのまあ激しさというか量みたいなところはやっぱりこう気になるというか、あのあんまりこう超3日以上休んだのって多分何年ぶりかなくらいなところだったので、久々にそれがこう感じれるのかなということで、ちょっともう今日は YouTube なんか撮ってないで早く帰りたい、早くジム行きたいくらいなんです。集中してください。はい、すいません、くらいなんですけど、まあでもそのまあ休む休まないっていうところも、はい、その本当にこう体と心と相談してなのかなっていうのは思いますよね。やっぱり海外の選手とかでも、はい、大会が終わったら 1,2 ヶ月がっつりオフ取っても休んじゃう人もいるし、で、もう肩やね、もう大会終わったその足でジムに行くような、いますよね、そうそう、猛者もいたりね、はい、するんですけど、やっぱりそのまあ行きたくないなと思うたり、あとまあ、はい、疲労ちょっと体重いなとか、疲労が残ってるなって思うようであれば、そこはその無理に行くこと自体がなんかプラスには働きにくいかなと思うので、はい、染田さんがそのね、はい、あの休み期間であの、まあ、行く気が起きなかったから行かないっていうのは、はい、なんかね、あのまああるその曲がった見方すると、はい、ちょっとなんか勤勉さに欠けるなじゃないけどそういう見方ができないこともないと思うんですけど、別にその、はい、まあ、勤勉であることがボディメイクに対してこうプラスかっていうとそんなこともないので、はい、まあ、ある程度トレーニングの、まあ、歴があるというか、トレーニングが習慣づいてる人であれば、そこはまあ行きたくない時は行かないでも、あの、まあ、戻ってこれるならそれでいいのかなとも思いますね。なるほど、うん。ソメダさんが休んでたのは1週間。1週間ですよ。やっぱ体ってなんか縮んだりとかしないですか。いや、僕があの1週間休んでみて、まあ、あの体重とかはやっぱ測ってたんですよね。すごい気になってたんで、うん、まあ、その分食べてたっていうのもあるんですけど、うん、体重はやっぱそんなに変わらなかったし、ジム行って、なんていうんですかね、久々にトレーニングして、パンプとか見てるんですけど、そんなに変わらへんかなっていうのが実際のところなんで、ただ、なんていうんですかね、僕も結構トレーニングし始めてもう2年とか経つんですけど、その期間やっぱり詰めてやってたっていうのがあるんで、この1週間やらへんかったけど、あんまり筋肉が落ちひんかったかなっていうふうに思うんですけど、ここのやっぱり歴が短かったりしたら
どうなんですかね、うん、そうですね、まあ、難しいところだと思うんですよね。どうしてもそのジムが私みたいに行くのが好きな人って、はい、なんか行かなくてこう不安になっちゃう人も多いと思うんですよ、はい、縮んじゃうんじゃないかとかあると思うんですけど、まあ、なんかそこまでこうびっくりするぐらい縮むほどのまだ少なくとも1週間は期間ではないのかなとは思いますし、まあある意味体にストレスを加えている作業なので、まあ、それをこう、まあ、オフにしてみるっていうのは、まあ、例えばですけどその生活習慣をちょっとこう整えるっていう意味でも、まあ、プラスにならなくはないのかなという見方も一つできるのかなと思います。だからそのどうしてもね日本の方特にだと思うんですけど、はい、自分も全然そう日本人ではあるんですけど、なんかそのもう毎日やることこそ美徳というか、はい、勤勉こそ美徳みたいな、はい、あの考え方があると思うんですけど、やっぱりそこじゃないかなっていうのがあると思うんです。ある意味こう戦略的にこう休むとかあのそういうことをしていくべきなのかなと思います。そうですね、ただその、まあ、今トレーニングしても1週間ですこれから頑張りますっていう人は、はい、何回ジムに行くって決められた、回数はもう何が何でも行った方が最初のうちはいいです。あの習慣づくまでは。そうですね、もうジムに行くのが楽しくて仕方がないくらいになってきてからのこの話、これは話になるのかな。そうですね、まあ、人それぞれかなっていう結論にどうしても筋トレ全般にはね落ち着きがちなんですけど、そうですね、本件もそういうとこなのかなと。そうですね、まあ、1週間どう使うかは人それぞれですけど、まあ、1週間ではやっぱり筋肉はそんなには変わらないかなっていう、まあ、1週間で落ちるくらいの筋肉のつけ方すんなよって話あいやでもなんかこうねそれくらいの、はい、まあ、自分がこれまで頑張ってつけた筋肉なんか1週間で落ちるわけないだろうくらいな気持ちを持って、ね、あの過ごしてもらった方がいいのかなと、ね、はい、思います。まあ、こういう、ね、動画が面白かったよかったと思う方はぜひグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。はい。さよなら。さよなら。